あの児童相談所っていうのはちょっと何かやるとすぐ子供を連れてくるんですよ。あの拉致というんですけれども、なぜそうするかっていうと、児童相談所は子供一人連れてくとですね、まさにこれはあの既得権益なんです。あの1ヶ月に35万円の保護単価っていうのが当たることになってます。それであのつまり子供を連れていくと金が当たるんです。だからそれはだから児童相談所はわずかな事案であの子供を連れてくる、そして子供を要するに家族から引き上がすんです。そしてですね、あの年間何人子供を連れていかないといけないかっていうノルマがあるんですが、拉致ノルマっていうんですけどね、そのノルマでですね仕事してるんです。もう全く僕の聞いてるとか僕が調べた状態とは違います。そんな児童相談所の人たちって僕が聞いてる情報とは違うので申し訳ないですけど、僕は船橋の市議会議員をしてて、はい、船橋は児童相談所を作るかどうかについてすごく議論している市で、僕も実際に現場にも何度も行きましたし、はい、僕の前4つぐらい前の彼女が児童相談所に子供を連れて行かれたっていう案件も知ってて、でその件に関しては死ぬほど電話もかかってきます。ただ児童相談所の人は僕は概ね頑張ってると思うので、いや僕はそう思うので、はいはい、あなたがどう思うのかは自由です、はいはい、でも人の子供を預かるなんていうのはとんでもないことなんですよ。親にいじめられて虐待された人を預かる、僕も親にいじめられたっていうか、だから僕なんかもそ本当は児童相談所行きたかったんですけどね、でも行けなかったんで、そのあなたがどう思うかご自由ですよ。私が思うというより今国連がですね、いやだからあなたが思うが国連がどう思うが僕に言うのは間違いですよ。僕あれだけ言ってるじゃないですか、児童相談所の職員って一生懸命仕事してるんですよ。だからあのそれを否定されるようなことを言う方は僕とは合わないですよ、少なくともね。国連が児童相談所の人権侵害について勧告してることはどういうふうに考えるんですか。だからそれ勧告してるのは勝手にやっとけ、ボケ、これは過数ですよ。はい、だって本当にしんどいんだって。児童相談所で働いてる人たちの声を聞いたらやりたい人がいないの。いやそうですよ、やりたい人がいないの。やりたい人がいない中でやってる人が困るようなことを言うやつは僕はどっか行けと思ってるの。だからどっか行ってよ、悪いけど。はい、こっちは児童相談所の問題。だからどっか行ってよ、話が合わないんだから。取り上げないって。はい、結構です、もうどっか行ってください。はい、すみません。山本太郎さんが取り上げるって言ってます。ああ、よかった。こんなんですよ、票が欲しいんでしょ。知らないけど。いや、そうじゃないです。だったらもう山本太郎さんの時で喋りゃいいじゃん。もう合わないんだから喋るのやめよ。いや、それつまり。だから合わないのに意見交換するのやめましょうよ、もったいないから。時間が、家に帰れよハゲ、うん、そうなるの、喧嘩なるの。山本太郎さんが聞いてくれるんだったら山本太郎さんに行きゃいいじゃん。あのね、本当に児童相談所の人たちってやってるの。既得権益ですよあれ。だから既得権益かどうか知らないけど現場の人やってるの。帰れよ、帰ってくれよ、もう頼むから。だからやってる人のことを悪口言わないでほしいの、僕は。現場を見てるから。あなたこそ児童相談所で働いてみたら。じゃあもうさ、嫌がられてる以上は帰ってくれないかな。迷惑だから。帰ってくれないですか。だったら迷惑だから帰ってくれませんか。立花さんはじゃあ児童相談所の既得権益を支持するっていうことですね。既得権益かどうか知りません、とにかく帰ってください。迷惑だから。いやいや、迷惑だっていうか、とにかく児童相談所を支持するっていうことですね、はい、知りません。あなたのことは嫌いなんで帰ってください。児童相談所の誰か追い出すね。ちょっともうとにかく帰ってよ、もうちゃん。帰ってお願いやから。あなたがここで素直に立ち去らないから、あなたの言ってることに真実性がないんですよ。国連も言ってますよ。いやだから話が合わないところでしつこく残ってるから、自分でやればいいじゃん。じゃあ政治家として不快に思ってるのに、そこにあなたがいることがあなた自身がおかしいってなるのよ。こういうことに関しては僕は本当に頑張ってる公務員がいることについてよく知ってるから腹が立つんですよ。拉致してるだけです。拉致してるらしいです、あの人が言う。お疲れ様でした。レイプ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 、はい、入ってた。レイプ
あのここに関してはね本当にあの僕は NHK 問題しかほとんどやらないんですけど、僕は子どもの頃に親がいなくて栄養出張にもなってっていうのがあるので、その児童相談所のことについてはむちゃくちゃ勉強してるんです。一応それであの児童相談所の人たちが人が子供が死んだりして責められてるところを見るとね、もっと人がいなくなって、本来保護してないと親に殺されるような虐待される子がいっぱいいるのに、だからそこはねああいうこと言われるとさすがに僕もちょっとお前がやれっていう話ですよね。メディアの話がいっぱい出てますけども、まあ、僕自身もまあ結構昔から気がついてて、はい、まあ、本当にまあ気持ち悪いというか嫌になっちゃうなと思ってたんですけども、最近立花さんのあの竹島の問題と虐殺の話が、はい、僕あれ見てて、はい、こう普通に見ても誰が見ても誤解しないだろうと思って見てたんですけど、案の定すぐあれはあの立花さんすごく頭のいい方なんで、もう計算されてまあ中立なことしか事実しか言ってないのに、もうどんどん逆の主張してるっていう、あれは分かってて、でも逆によく見る人だったら証拠として分かるから、そこまでメディアってひどいんだっていうことをなんか見せつけようとされてるっていう意思もあったのかなっていうのをちょっと思ってきてるんですけど、あのもちろんわざとですよ、わざとです。あのだからその過激なことを言うと全体として例えば竹島は日本のものだとは俺は思ってるけども、韓国から見たらもう70年ぐらい占拠してるんだから向こうは向こうのもんやと思ってるわけやからっていう話をすると、ここだけ切り取られるわけ。立花は竹島は韓国のものだと思って、まあ、あの女来たなと思った。でその世界が平和になるためには戦争を起こさないようにするには、そのバカみたいに子供を産む民族をちょっと殺してしまって、頭のいい人たちだけでもうこれ以上人を産まないようにすると、人が増えなければ戦争起こらないから、そういう考え方もあるけど俺は絶対する気ないよみたいなことを言っても、する気ないよは無視して俺がバカを殺す主張をしてるって新聞に書かれてるわけしたいっていう。でそこはまあまあまあ予定通りかな。だって YouTube 見たらそんなこと言ってないってわかるでしょ、まあ、でも昔だとあれで潰されちゃう、潰される。だからメディアは切り取り編集をして、うん、切り取り編集です、ね、だって逆一番やられたのがね、あの裁判員裁判でな、今なってるけどあれが決まった時に、今日裁判員サイドが決まり、あの制度が決まりましたっつって新橋の駅前でインタビューされたの、俺30年ぐらい前に、あ30年10年ぐらい前に。で裁判員裁判についてもう素晴らしい制度ですって1時間ぐらい喋ってん、日テレのクルーにちょうどその裁判員裁判について議論をしてた日の、その日に来たから で知らないやん、クルーの人とか1時間ぐらい喋ったんやけど、最後にいやでも阪神タイガースの金本選手が裁判員裁判に選ばれて、当時連続試合出場の世界記録かなんかかかってたの、金本選手が裁判員裁判に、あの裁判員に選ばれたら連続試合が止まるからそれは困るかなって言ったら、1時間喋った最後の30秒だけで使って新橋に前にいた大阪のサラリーマンが金本の連続試合が止まるから裁判員裁判反対って取り上げられたのよ1時間も取ってそれかよって感じですよね。いやこれオスパー悪いですね。いやすげえなと思って、まあ、そういうものです。ちなみにメディアって、メディアはそうですよね。だから YouTube は僕編集しないでしょ、僕の YouTube って全部ノンカットでしょ。あれは実はそういう意味です。なるほど、そういうことが、はい、意味が隠されてたんですね。だってカットすると都合の悪いことカットしたって言われるから、まあ、僕は常にカットしない、カットしないし基本消さない。ただ僕以外の人に迷惑かけた時はカットするんですよ。例えば川越の演説で顔が入ってたから消してくださいっていう人が出てきたらちょっと邪魔くさいから消したりとか、そういうぐらいで自分にとって都合の悪いこと僕消したことないですよ、そこは間違いなくね。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け止めせ、多分ね
そうそう、絶対一発できるよ。僕はもうこれもよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。